《聞いた》例の動線ついに賞金がかかったらしいわよじゃあやっぱり雷寒将軍の命令かしら。先屈にて どうせん様、今日は本格的に仙屈を作ってみましょう。老シはどうしたんだいや、後から来るとおっしゃったんですが。迷ってるな。とりあえず、最初はこの老シの扇屈で部屋の説明をしましょう。ここを押さえないと扇屈が機能しなくなってしまいますから、しっかり覚えてくださいね。まずは、生産部屋と練炭部屋。 生産部屋はエネルギーを、そして練炭ンン部屋は先端を生産します。生産部屋と練炭ンン部屋ね。ふーん。無視無視。次は、作敵部屋です。扇屈内に侵入者がいたらチェックできます。<ん>あれ上司様隣の倉庫部屋に敵の反応が出ていますえなんだそりゃ扇屈って誰でも入れるのかよ 嘘ちょ、とりあえず確かめないとあチろくなもん入ってないわね。<laughs> あんたこんなとこで何してんだはーい入ってた肉まん賞金稼ぎの例ンよ。覚えておいてね。今度からもっと金目のもの倉庫に入れておいて。賞金稼ぎそうよ。 賞金首の銅線探しに来たんだけど、見つからなくってね。ほら、これ。これが結構いい男なのよ。これ俺だけど。あらー。冗談は顔だけにしてね、坊や。<ー>待ってください、銅線様。バレてないならチャンスですよ。今のうちに召喚部屋を作って、戦闘型戦術を呼び出しましょう。帰ろっかな。 戦闘型戦獣ドラゴンとかフェニックスとかおおえ、ええ、まあ、要流戦とか火力戦とかいうのはいますけど、その。よしどの属性の部屋にすればいい見てろよ、あの女。召喚部屋は土、木、金、水の中のいずれかで作成できます。金の部屋

次回でーお前この中でも会えたら今日。それはゲームが違います。メーカーも違います。怖。ヘボ。どうし来てくれたんですか。おお感動したっすよ今日ばかりは。おーおーおー。ここはどこじゃったかのあの。ボケてるし。 その頃、レーランは財宝に押し潰される夢を見ていた。顔が笑ってるぞ、おい。